こんにちは、アトリエナナです。こんにちは、スタッフゴシマです。関口です。かわいい苗が入荷しましたね。ね、今日はかわいい輸入苗が入荷したので紹介していきたいと思います。よし、じゃあここから行こう。これはなんかすごい小粒ちゃんな感じだね。そう、この、箱に入ってる苗はちょっとミニサイズで、お安くなってます。しま寄せにいいサイズじゃないですか。しま寄せにね、いいよね。小さい苗ってなかなかね、なかったりするもんね。ね、でここから紹介します。はい、この爪が主張してるこの子にしようかな。アガボイです。ルビン、うん、爪がすごくかっこいいね。かっこいいね。でもちょっとやっぱ個体差、かわいらしい子も、これ並べてもいいね。ほんとだ、かわいらしい。かわいい、また顔が全然違っていい ね。赤が強いから、サイズ的にワンポイントとしてもいいよね。あ、こういう感じかな。かわいい、かわいい。こっちの子はあれなんだ、ピンクの淡い感じだね。あ、これかわいいね。あ、ウォールナットケーキだって。ケーキ、かわいい。かわいい、すごいね。いっぱいなんか、あ、くっついてる子もいるのかな。お粉吹いてる感じだね。本当だ、ムチムチだね。うん、なんかもう一回りちっちゃいと姫秀麗みたいな、そういう優しいピンクだよね。うん、こういうピンクね、寄せ植えに入れるといいよね。次、あ、こっちも可愛いな。え、これかわいい。え、やばくない？オンスロー。これはかわいいです、ね。見てこの子、赤ちゃんついてる。本当だ。かわいい。おまけ付き。ピンクのまた爪がさ、ほら見えるかな。かわいい。ツンとしてる。ツンとしてるね。うん、オンスローってこんな色になるんだね。ね、この子縁がすごい蛍光ピンク。本当だ。形もいいね。ね、ギュッとしちゃってね。かわいい、オンスローでございました。はい。あ、こっち明るいね。うん。あ、黄色いよね。これ何？アガボイです。SP。SP。原種、原種か。あ、この子、やっぱこの子ちょっとピンク入ってるけど、あ、おお、本当だね。これ三つでも可愛い。可愛い。コロカ。やっぱこうちっちゃいのを、ちっちゃいのをこれ並べたら、あ、可愛さが倍増するじゃないですか。いいですね。あ、これできてきたね、これね。できたね。もう一個入れちゃおうか。欲張りは入れちゃう。あ、かわいいよ。いいね。もうちょっとちっちゃくしようか。あら、いいじゃん。いい。サイズ感もバッチリ。これでこのサイズだとすごい可愛いね。可愛いね。あ、これちまばちでもいけちゃうんじゃないかな。うんうん、入りそうだよね。へえ、買っちゃうな。あ、まだいる。はい。あ、これかわいいよね。ブルーアップル。さっきの、さっきのに入れたかった。もう一回やろう。ブルーアップルと、もう一個紹介してからだね。あ、え、レッドベルベット、こんなサイズで入ってきた。あー、すごいね。やっぱ中心がね。ねえ、ジャム。すごい色。逆にこの子たちを寄せ植えに入れても面白いのかな。あ、これ2つついてる。すごいね。すごい。やっぱ黄色はいいね、入れると。うん。お、やっぱ。また違う感じだね。うんうん。青系が入るとまた違うね。ほら、こんなよ。うんうん。かわいい。かわいい。これ成長していくのも楽しみだよね。そうだね、ミニサイズだからね。でもこのままかわいいな。へえ。はい、ミニはこんな感じ。はい、次は、あ、こっち見るとなんかしっかりしてるなって、そうだね。サイズ感いいね、大きくなったね。ね、なんかピンクですごく綺麗だな。クリスタルでございます。おー、クリ
品がありますね。粉吹きさんだね。うん、この真ん中が中心がブルーで可愛くない？可愛い。外側はそうだよね、ピンクだもんね。そう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 、あ、可愛い。うん、クリスタル爪もいいな、いい色してる。うん、クリスタル、この子なんだろう、グラデーションが綺麗、すごく明るいね。うん、クリスタル明るいね。同じ、やっぱちょっと同じピンク入ってても中心の色が違うとさ、うん、印象が違うよね。違うね。すごい、クリスタルとデザートローズ。デザートロール、うん、あ、ロールとか言っちゃったデザートローズです。うーん、爪がなんか可愛いね。ちょっと内側にカールしてる感じ。うん、可愛い、可愛い。次、はい、あ、これちょっとかっこいい感じかな。うん、みんな花芽がついてらっしゃる。テキセンシスロセア。ロセア、え、爪見て、ちょっとザラクローザっぽい。かっこいいね。うん、え、ブルー、ブルー、ちょっと落ち着いた色合いに赤が入ってるね。本当だ、爪が目立つね。うん、かわいい。うん、いや、同じような色合いでもやっぱ違うね、色の入り方で。本当だね。入れてもいいもんね。いいね、うん、これ寄せ植えに入れたらもういいよ、いいね、主役ですね。僕のちゃんね、うん、ちょっと、はい、名前が、名前が、はい、ふわちゃんでございます。これ YouTube だよね。そうです。ふわちゃん見てますか。ふわちゃん、かわいい。ふわちゃんかわいくない？かわいいね。白いけど爪がちゃんと赤くてさ、主張してんの。本当だね。名前でも買っちゃいそうなのに。うん、ワンちゃんかわいい。しかも結構むっちり系かな。うんうん、ほらほら、かわいい。ほんとだ。フワちゃんおすすめだな。おすすめだね。次、これまたすごい色してるね。ほんとだね。ネオンエッグ、卵。うん、エッグ、卵だね。ちょっとちょっとコロタンコロコロしてるよ。葉っぱがコロンっていう感じがする。丸いわ。うんうん、むっちり、あ、むっちりさん好きにはたまらない感じのね。うん、でもなんか爪先も可愛くない？この子可愛い。なんか変わった、あんまり見たことない形だね、この膨らみ方が。ぷっくりぷっくりしてる。うん、これちょっとさ、フワちゃんって並べたら絶対可愛いよ。あ、タイプ、葉のタイプ似てるけども、ほら、うん、ほらほら、かわいい。かわいい、似合うね。ね、相性がいいですね。いいわこれ、うん、かわいいよ。まだかわいいのいっぱいいるね。そう、この子はよいしょ、エゲラ、エゲラちょっと噛むな。エレガンスベリーだって。今日曇りだから噛んじゃう。天気に左右される女、黒島。これいっぱいついてない？エレガンスベリーあげたね。群生になりやすいのかな、みんな、ほらいっぱいついてんの。なんかわいい、いっぱいついてる。これがさ、こうモリモリになっていくとかわいいね。葉がほんとコロンとしてるね、詰まってて、ね、え、かわいい。この子一番ピンク強いのかな。うんうん、こんな感じ。かわいい。なんか群生今流行ってるからいいよね。そうだね、うん、いや、どんにしたいな。いいね。ね、どんにできるような子がたくさんいるよ。たくさんいるね。こうなんか個性的で面白いね。うんうん、この子、おいしょ、あ、すごい、ファンタジーローズ。うーん、何この詰まり方。まん丸。そう、本当に丸いのよね。うん、色合いがかっこよくない？かっこいいね、ちょっと落ち着いてる、うん、ワインレッドみたいな、大人の女みたい。うん、ほらローズですしね。
ちょっとこれ開いた姿気になるね。そうだね、こんなにコロンとしてるもんね今ね。かわいい、かわいい。あ、この子はまた明るい系だ。この一番大きい感じや。エンチャンティングフェアリー。おお、妖精。すごいね。うん、フェアリーってつく子明るい子多いよね。はあ、そうだね。この子さ、爪がほらももちゃんみたい。かわいい。こう縁かわいくない？かわいい。妖精っぽいよ。おお、妖精いるよどっかに。人内に一人。うん。妖精ついてます。かわいい。爪みんなこんなにすごいのかな。あ、やっぱ内側に入って、え、もう縁かわいい。すごい、なんか絵みたいな。白、黄色が入った白に赤い縁だよね。アイライナーみたいなさ、うん、ああ、シュッて入ってるね。うん、これかわいいわ。かわいい。あ、また原生、え、名前替えしちゃうこれ。あ、かわいいね。取れるのかな。よいしょ、ちょっとここだけ。え、バターボールだよ。バターボール、かわいい。なんか今日、名前すごいね。あ、かわいい名前多いね。え、見て見て見て、何、群生祭りみたいな。うわー、詰まってる。かわいい。コロコロした子が多いね。かわいいよ。すごいいっぱいついてるから、これも群生になりやすい感じだな。うんうん、え、これ群生だったらかわいいよね。かわいいね。バターボール、これさ、なんかちょっとボール違いで1個切ってさ、うん、切れてる子いるか。あ、いたいた。こうやって群生ってこれも1個切ってさ、うんうんうん、で、これよ、これよ、これよ。ほらほら、コロコロでいいじゃん。似合う、いいよね。うん、コロコロ寄せ植え。すぐ増えちゃうかもしれないけどね。はあ、いいよね、増えたら増えたで、うん。そうだよね。いろんな楽しみ方あるし。うんうん。いや、かわいいな。え、この爪。次の子。はい。カイドウ。カイドウ。カイドウさんっていそうだね。ねえ、かっこいい名前だね。カイドウ、むっちり系。うん。爪が黒。黒いね。黒、赤黒。うんうん、かっこいい。すごいね、むっちりむっちり。うん。ここグラデーション綺麗じゃない？綺麗だね。こんな感じ。中心、やっぱ爪が寄ってるから赤強めに見えるね。うんうんうん。へえ、かわいい。むっちりっていいな。お玉が入ってる？おー、うっすら。うっすら。見える見える、画面越しでも。ね、ついてるよね。うん。次、え、はい、なんかこの子またすごいね。なんか蛍光ピンクみたいな色だね。え、入荷した時こんな色してたっけ。うん、寒くなったからかな。ね、クリスタルローズ。あら、かわいい。本当に縁と爪が蛍光ピン、ピンク？蛍光レッド？うん、そんな感じで、やっぱちょっとこの辺粉吹いてるから品があるよね。ああ、ありますね。かわいい。かわいい。クリスタルローズ。爪もちゃんといるね。いいね。これまた名前もすごい。色もすごい。どの子にしよう、君にしよう。TM でいいのかな。うんうん。色すごいね。すごい。今日入ってきた中でダントツかな。うん。ほら。すごい。すごいね。これもむっちりだね。さっきのカイドウさんみたいに。うんうんうん。カイドウさん。なんかかっこいい系じゃん。本当だ。カイドウさんより赤いんだね。赤強めです。うん、すごいね。ね、なんか飛んだような、すごい。うん。作り物みたいだね。ね。T.M. 赤いです。本当に羽の裏まで。ほら見て。本当だ。ここまであんまり見ない ね。だいたいさ、このカイドさんみたいにさ、こんな感じが多いじゃん。はいはいはい、もうこんなよ。本当だね。もうマックスって感じ。うん、リンゴみたい。あ、そう、そうだね。リンゴだ。リンゴみたい。
これこっち、あ、これ一番強いリンゴだよ。ツヤがね。うんうん、ツヤ。そうだね。蜜多めがいい。あ、飛んじゃった。はい、いい。はい。あ、やっぱ何回見てかまいい。あー、これね、すぐいなくなっちゃう子。3回目だっけ ?4 回目、うん、だいぶ入れたよね。何回か入れたね。うん、人気だね、この子は。ストロベリーミルクシェイク。名前からかわいいね。かわいいね。え、なんかちょっとピンクも、うん、飛んだピンクと落ち着いたピンクと、うん、淡いピンクがいる。おー、淡いピンクもいる。これ一個つ欲しくなっちゃうね。かわいいね。悩む。淡いピンクだと爪がやっぱちょっと目立つね。そうだね、うん、うんうん。え、なんかまた欲しくなっちゃうね。ねえ、これ3つでいいんじゃない。3つでいいね。ちょっとタイプ別で、うん、3つで丼にしたい。いいですね。いや、ほんとかわいい。かわいい。ピンク強いな。そっか、ピンクピンクしてもいいよね。クリスタルローズとさ、もう一個。おー、ここにさ、TM さん入れてもさ、いいんじゃない。おー、また縛るね、これね。うん、いや、すっごい遠くから見ても目立つ寄せ植えになるね。へ、うん、これは楽しみだね。ちょっとデッキの上置いてさ、室内から眺めても絶対目立っていいよ。あー、目に入っちゃう ね。これ面白いな、なんこれ。あいじゃ、おいで。じゃん。おー、ヴィンセント加藤。また加藤。はい。何これ。コロンとして詰まってるね。最初見た時さ、木の実みたいだなと思ったの。うん、おー、木の実ね。こういう木になってるイチゴみたいのない。ありそう。食べれそうだもんね。うん、これランナーで増えてくのかな、ほら。え、そうだよね。面白いね。なんかいろんな後輩親に使われてる。あ、これ線とかと、うん、なんかこの子と交配したらどんな子になるのか楽しみだね。細かく出るのかな。ねえ、群生もしやすそうな、うん、でもなんかあんまり大きくならなそうだよね。これで止まりそう。そうだね、このぐらいのサイズでね。なんかさ、マックロクロスケとかに見えてきちゃった。ウニとかさ。かわいらしい。違う生き物。多肉じゃないような感じになってきちゃったよ。そうだね、珍しい形だよね。ウニとかに見えない。うん、歯が一枚一枚細かいのね。でもぷっくりしてるね。ねえ、かわいい。どんぐりみたい。お、これハウス入ってくるの初めて。初めてなんですよ、とうとう。あら、いらっしゃい。ねえ、来てくれました。来たね。ブラックマディバ。ブラックマディバ。すごいうねうねしてるね。してるね。ほんとだ。インスタではよく見てましたよ。うんうんうん。爪白いんだね。ほんとだね。へえ。でも強そう。うん、マディバ入ってるよね。マディバ強いもんね。そう、なんか育てやすいイメージがあるけど。うん。みんな爪白いんだ。へえ。すごい、ちょっとなんだろう、シワが寄ってるんだね。うん、この縁が。この辺ね。うん。ふにゃふにゃって。独特だね。うん。本当だね。個性的。うん。なんか今日いっぱい個性的なのいるけど、うん、なんかまたジャンルが違うよね、ここと。そうだね。うん。ブラックマディバです。そして最後。はい。あやおさん。あやおさん。すごい綺麗だね。すごい、すごいね。目立つ。誰これ。スーパーバン。スーパーバン。ビッグバンと違うんだ。そうね。初めて見たよ。うん、スーパーバン。でもすごい離れてみるとさ、すごい綺麗だね。綺麗だね。ほらほら。本当だ。すげえ。うん、はっきりしてていいね。うん、あれも好きな人多いから。いいんじゃないでしょうか。うんうん、いいですね。はい、こんな感じ。今日ははい、22品種です。はい、入荷しました。はい、入荷しました。可愛いからね。ね、見に来てください。見に来てください。
輸入苗の紹介でした、はい、紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。バイバイ、はい、バイバイ。